これでいいか。おい見ろよ、我らが作家先生のサインだぞ。やめろって。へえ、でもすごいよな、本当に夢叶えたんだから。言っとくけど、こいつがデビューできたの俺が出版社にいたおかげなんだからな。で、新作はいつ出るんだ。まあそのうちな。作家としてデビューしたのはもう3年前、それ以来一冊も本は出ていない。当然それで食べていけるはずもなく、これが現実。ここから抜け出すためには新作を出すしかない。8月31日、今日だ。何もないよ、いいことなんて。なんだよこれ。初めはどういうことかわからなかった。9月1日、曇り。俺の名前は山岡隆。おい山岡。年は35、仕事は小説家といっても全然食べていけなくて、アルバイトに明け暮れる毎日。一応新作は書いてるけど、なかなかうまくいかなくて、正直そろそろ小説は諦めようかと思ってます。まさかその言葉が本当に届くとは思ってなかった。9月2日、晴れ。驚きました。これってどういうことですか。とりあえず返事書いちゃいますね。私の名前は北島ゆりえ。年は17。趣味は読書。近くに大きな欅の木があって、その下のベンチでいつも本を読んでいます。で、早速読んじゃいました。憧れ。新刊コーナーに平積みされてたんで、すぐに見つかりました。21世紀期待の新人って、すごいですね。そう聞きたいですか。初恋の人へのまっすぐな気持ちが書かれていて、思わず引き込まれてしまいました。新刊コーナー、なんで3年前の俺が。9月3日、晴れ。いきなり変な質問だけど、今そっちは西暦何年ですか。その本が出たのはもう3年前、それ以来僕の本は一冊も出てません。
9月4日晴れ。またまた驚きです。確かに今こっちは2001年、3年先にいる人と交換日記してるなんてすごく不思議。でもとても素敵なことだと思います。新作すぐに読めないのは残念ですけど、諦めずに書いてください。楽しみにしてます。こういうの書けば受けると思ったのか。いや別にそういうわけじゃない。今のお前には本当に書くべきことなんてない。違うか。9月5日曇り。当分新作は出せそうにありません。自分には才能がない、そう考えると不安で死にたくなります。これは物を書く人間じゃないとわからないことかもしれないけど、9月6日晴れ。死にたいなんて簡単に言わないでください。別に隠してたわけじゃないんですけど、私は今病気で入院中です。病気？9月7日曇り。昨日は軽々しくあんなこと書いてごめん。毎日治療大変だね。ゆりえちゃんは本当に強い人だと思いました。それに比べれば自分が書けない辛さなんてすごく小さなことだなって。9月8日晴れ。心配かけてすいません。私そんなに強くないですよ。山岡さんの書けない辛さ、私には想像つかないけど、でも私言葉ってすごいと思います。どんなに遠くにいてもちゃんと届くから。時々思うんです、もしロケットに小説家が載ってたら宇宙の美しさをなんて伝えるんだろうって。きっと私には思いもつかない言葉なんじゃないかなって。だから山岡さんももっと伝えてください。言葉をもっといっぱい。お前の会社で？ああ、まあ、うちの営業なんてお前には酷な話かもしれないけどな。いやそれはありがたいけど、でも小説書くには今の方が。また新しいの書こうと思ってさ。今度こそ。山岡、もういいだろう。もう35だぞ。そろそろ次の人生考えた方がいいって。面接の日が決まったらすぐ連絡するから。9月9日曇り。新しい仕事が決まりそうです。たとえ小説を書けなくなっても腐らずに頑張りたいと思います。いつも励ましてくれるゆりえちゃんのためにも。だからゆりえちゃんも早く病気を治して元気になってください。9月10日晴れ。お仕事決まってよかったですね。私の方はあまりいい知らせはありません。山岡さんは骨の痛みって感じたことありますか？初めてこの検査を受けた時、痛くて涙が止まりませんでした。でも今はもう涙なんて出ません。それでも時々悔しくて泣きたい時があります。私だって学校に行きたい。普通に友達と遊んだり恋をしたり、そういう当たり前のことをしてみたい。
悔しくてたまらないんです。すいません、今日はちょっと弱気です。私の命は持ってあと1年だそうです。前に死ぬなんて簡単に言わないでなんて言ったけど、本当は私も何度も口にしてます。そこに楽になれるドアがあったら迷わず開けて飛び込みたいって。すいません、しばらく日記は書けません。ごめんなさい。9月18日、晴れ。その後具合はどうですか？心配だけど無理に返事は書かなくていいよ。でも一つだけ言わせてください。僕はゆりえちゃんがあと1年しか生きられないなんて信じません。この日記を書き始めた頃、僕は自分を信じられずに腐ってました。でも今はゆりえちゃんのおかげで前向きに生きることの大切さを知りました。人には人を変える力がある。その辛さは分からなくても、その人を信じて元気を与える力がある。だから僕はゆりえちゃんが元気になることを信じます。9月19日、雨。励ましの言葉ありがとう。私も自分がもうすぐ死ぬなんて信じられません。でも今は奇跡を信じることもできないんです。小説書き続けてください。私の分まで夢を叶えてください。山岡さんに出会えてよかった。最後にいい思い出ができて。何言ってんだよ。最後ってなんだよ。明日、君に会いに行きます。僕にとっては明日。ゆりえちゃんにとっては3年後の明日。約束だよ。絶対に忘れないで。3年経ってもゆりえちゃんはきっと生きてる。だから僕らは必ず会える。奇跡を起こすのは神様じゃない、自分だよ。2004年9月20日、病院の白いベンチに3時。電話が悪い。部長30分ぐらい遅れるみたいなんだ。そうか、ごめんな。川本。ん？すまん。おい山岡、おいどうしたんだよ。
跡は起きなかった。彼女はこの2004年の世界にはいなかった。9月20日、晴れ。今日君に会えたよ。二十歳の君は元気だった。もうすっかり病気も良くなって、僕らはたくさん話をしたよ。すごく楽しくて、いつの間にか日が暮れてて、先もずっと。だからゆりえちゃん、信じてほしいんだ。3年後の今日、ここで僕と会えることを。信じれば必ず会える。必ず。僕はずっとそのベンチに座っていた。しばらくしてやっと気づいた。僕には書くべきことがある。伝えるべきことが。拝啓、北島百合江さん。僕が今ここにいるのは君のおかげです。見つけたな、書くべきことを。売り上げも上々でさ、編集長が第2弾は出さないかって。続きはないよ。この物語はもう完結してるんだ、俺の中では。それでも僕は今も時々この場所を訪れる。まだ心のどこかで奇跡を信じているのかもしれない。
跡は起きた。信じてたよ、ずっと。